門司駅降りて徒歩10分、短い足なら15分、日当たりに良くいい気分、門司をレペゼン山形よ、父から継いだフルーツ店、最近きつくて年に勝てん、新規一点ジャム屋を開店、すると暮らしは大逆転、名物ジャムは妻特製、僕はお掃除めんどくせえ、妻は厨房でジャム作り、僕は多忙な歌作り、フルーツ店からジャム店、うまいとお客の目が点、亭主は歌です。